やっちゃおう、こんにちは、シンクと申します。はい、なんか前回ね、保管してあったなんだっけ、願い星を立てられて、で、新たなジム4つかな、ネスのとこ以外、スパイクタウン以外のところでまたね、大変なことになってるということで、ダイマックスしたポケモンを沈めにやってまいりました。ってことで4体続けてやっていきましょう。よいしょ。まずは1体目、斉藤さんのとこからですね。皆さん、もしや、助太刀に来てくださった。まあ、付き合いですがね。どんな状況ですけど。今しがった観客を避難を終えて、これからダイマックスたちのお相手いたそうかと。よし、みんなで力を合わせるぞ。お心遣い、染み入ります。染み入りますってあってんのかな。相手は複数ですので、一匹ずつ、お相手よろしくお願いいたします。では、参ります。複数、マジで言ってんの？何体いるのよ。わー！ローブシーンだ。ダイマックスしていけるね。そこまでですね。へい。じゃあ。このね、ローブシーンがね、私の中ではね、ワンピースに出てくるね、レイディーさん、合ってるっけ？すごく似てるって思ってさ。これの一個前がさ、バギーに出るってずっと言ってるんですけど。どうなんですかね。同じ木のせいなのかな。すごい似てる。いやー、アイスとかやめていただきたいですね。そういうことしないでいただきたい。回復を進んでいく。おいした。皆さん感謝します。ダイマックスしたポケモンたちはおかげさまで元のように落ち着きました。彼らはスタジアムで保管いたしますのでご安心ください。シンクさん、今度私が助太刀します。困った時はお呼びください。ありがとうございます。他に助けを求める方がいるなら言ってあげてください。ラテラルスタジアム平和は私が一生懸命守りますゆえ。はーい、頑張って。さあ、次行きましょう。あら、水槽コンビが大量に願い星を手に入れたから、ダイマックスさせられたポケモン多くなったのかな。これからもっと大変になりますね。ダイマックスが暴れているスタジアムは残り3箇所。テンポ上げていきましょう。はい。テンポ上げていきます。ほいってことで来ました。あなたたち、あ、モジャオくんだ。モジャオくん、ジムリーダーになったの。リードダイマックスは僕が苦戦するとでも。エリートでありフェアリータイプのジムリーダーの僕が、ああ、本当にジムリーダーになったんですね。ジムリーダーかわいいな。そういえばジムリーダーだったな。エリートかどうかは知らないけど、もしかしてですよ、今頃助けに来たとか。そもそもエリートの僕にサポートは必要ないのに。相変わらずだな、心配してきたんだぞ。面倒なジムリーダーです。今度のジムチャレンジも大変なことになりそうですね。オリーブさんに騙されていいように使われていた僕、
今こそ自分の生きる生き方は自分で決めているのですよ。出始めにシンクさん、僕と勝負すべきです。あのさ、今そんな場合じゃないぞ。クイズ全問正解の坊や、行き急いじゃダメさ。あ、全部正解したんだ、すごいじゃん。ビートはダイマックスポケモンを一人で3匹も沈めた。あんたらの時間をプレゼントしたようなもんさ。そもそもビートの人生に他人が口を挟むのはなしさ。もっとも私はめちゃくちゃ影響を与えてやったけどね。そういえばそうでしたね。まあまあまあ、さすがは88歳の年の子ってやつですね。オプラさんは関係ありません。これは僕のための戦いです。さあ、選択肢は一つ、イエスだけですよ。めんどくせえ。めんどくせえ。わかりましたよ、戦おうよ。生まれ変わった僕とポケモンたちの素晴らしさ、ちょっとだけ見せてあげますよ。なんでこうなるかな。もうめんどくさいな。こっちへ行こう。ジムリーダーとして毎日があなたたちよりも僕を生かしたのね、強くしたのですね。威嚇、あ、めんどくさ。威嚇とかめんどくさ。威嚇とかマジでめんどくさいな、ほんとやめてくれ。攻撃力が落ちるじゃないですか。わお、ほんとに落ちてる。嘘泣き、イエーイ。攻撃力落ちるんじゃなかったっけ。キャワー特防か。これで落としきる。よし、一回ポケモン変えたいね。サーナイト入れ替えよう。ちょっと攻撃力落ちたままはちょっとめんどくさいんで、3枚と。マジカルシャイン痛いです。これこそ本当のマジカルシャイン。しゃあ、オッケー、ギャロップ、ギャロップ、ギャロップ、あれしようかな。ギャロップか。あ、違うわ。でもギャロップって言ってギャロップで普通にアマが出しちゃいけないじゃん。忘れてた。フェアリーでギャロップなんだ。いや、相変わらずお美しいね。あ、でもいける。簡単なのかとか、あんまり使うことないですよね。最後、ユニランでしたっけ？てか、グリモンだ。このままでいっか。あなたはガラルの歴史で最も強いチャンピオンかもしれないですね。そうだよ。あなたが勝つと僕のガラルの歴史にもなんとかくんとか何言ってたんやろ。全部見られんかった。歴史にも名を残ります的な感じで言ってたかな。あら、瞑想。あるか。おしゃ、ナイス。オーケー、やったー。これは何かのミスですよ。だって僕はジムリーダーですよ。まだ言うてる。
ありがとうございます。あなたをチャンピオンとようやく認められますよ。悔しいですが、自分に足りないものが分かりました。僕はもっと強くなりますから、フェアリーテープを極めますから。ありがとうございます。ではジムリーダーとしてジムスタジアムをきれいにします。今のポケモン勝負ピンクがたっぷりだったじゃないか。あ、ありがとうございます。ポプラさんのカードももらった、嬉しい。いや、優しいおばあちゃんだよ。ババ高校してね。ジムチャレンジの権利も奪われてもトーナメントに乱入したり、あいつたくましいな。ジムリーダーとして認められるのもなんとなくだけどわかるぞ。ビートメン、正直うざいけどトレーナーとしてはすごいよな。真面目だからね、強いよ。真面目だからね、あの子ね。ああ、ポケモン勝負を見ていて努力してるのはわかったぞ。君たちおしゃべりするなら紅茶でもし、紅茶でも用意しますかね。はよ行けってことやな。はいはい、行きましょう。よーし、負けてられないぞ。次行くぞ、次行きましょう。シンク、他のとこで暴れてるダイモックスポケモンも早く何とかしてあげるぞ。残るポケモンスタジアムはあと2つですかね。はーい。さあ、じゃあ次行きましょう。ほい。ってことで3つ目到着。マクワさんのとこだっけ。あなたたち早く避難してください。誰に物を言ってるのです。助けられるじゃなく助けに来たんですよ。おっと、よく見ればあなたたちでしたか。シンクが来たからにはもう安心だぞ。暴れている何匹もダイマックスしたポケモンたち、どう対応しようか考えあぐねていたのですが、あなたたちが、あなた方がいるなら各個体、ん、各個、なんだ各個撃破が可能です。ではバトルコートへ急ぎましょう。なんだろう、ちょっともうちょっとスリムにしたら本当にマクワさんなんかイケメンだと思うんだけどな。あのちょっとぽっちゃり感がなんとも言えないぽっちゃり感が。そういえばね、あの斉藤さんとマクワさん今いたんですけど、私さ、ソードしかやってなくて知らなかったんですけど、シールドだったら自分には違うらしいですね全然知らなかったんですよ。あの配信してて喋ってて初めて知ったっていう、ジムリーダーが違うってことをそこで知るって。あ、そうなんですって。まさかなんか、なんていうのかな、ジムリーダーが違うなんて、なんていうの、これっぽっちも思ってなかった。そういう、なんていうのかな、なんていうの、変化球みたいな出てくるんだなって思いました。あり、これ多分大根を使ってもらったかもしれない。まあまあ一緒。あたよ、お疲れ様です。皆さん怪我はありませんか。大丈夫です。はぁ、あ、ギリギリ、なんとか、な。一人でダイマックスポケモンを相手するには、やっぱ大変だぞ。シンクさんはもちろんですが、ホップさんもなかなか頼もしいトレーナーですよ。へぇ？褒められ慣れてないのか、ニヤついて、ニヤついてやがりますよ。もううるさいよ、ネズさん。さっきのポケモンたちは僕が面倒見せますから。心配せずとも良いの、良いですよ。シンクさん、お礼というわけでもないですが、僕のリーグカードです。ありがとうございます。何かありましたら連絡してくださいね。はーい、わかりました。手と祈ってますよ。スタジアムのダイマックス騒ぎもだいぶ落ち着いてきたな。この調子でいくぞ、シンク。ダイマックストラブルは
起きているの、ん？ダイマックスラブの起きているポケモンスタジアムはあと一つ。さっさと終わらせてしまいますかね。はーい、行きましょう。ラストは、キバナさんのところ。よいしょー。あれ？何やじゃん、何してんの？エレベーターだが、今は使えないようだ。違う違う、そうじゃない。あ、シンク。シーソーコンビなんだけど、この扉に入ってったの。見た人がいるんだって。あ、そうなん？でも、電子ロックが解除に時間かかりそうね。あ、そうなの？ワンワン。んのかん？いや、キバナさん。やっほー。おめえら、ナイスタイミングだな。ジムスタジアムが限界寸前だ。ダイマックしたポケモンがよう何匹も暴れ回ってるんだ。願い星の力を悪用されているのですよ。なるほどね。それも問題だが、まずはダイマックスポケモンだろ。ま、お前らが来てくれたんだ。もう片付いても当然だな。そのために来たんだぞ。な、シンク。片付けます。任せてください。任せてください。やばいな。俺ら最強チームじゃねえか。とにかくねず、トーナメントでお前との準決勝、手こずらせたような、手こずらされたよな。うまく俺のダイマックスポケモンを封じてよ。今回は仲間として手助けしますね、かね。おう、一人一匹ずつおとなしくさせてくれ。頼むぜ。ぜいぜい。誰だろう。誰だろう。簡単な子だったらいいな。わー、オトナックス。オトナックス。タイヤ。オトナックスか。しようかな。強行突破に行けますか。強行突破は行けますか。強行突破はいけませんですよね。それでも半分削れてるからいいか。うるうるうる。あ、やばい、少し回復しちゃう。あはは。あ、でも落としきれるかな。どうだろう。ほいさ、オーケー。お前ら最高だよな。ほんと助かったぜ。よし、記念に1枚取っておくぜ。あしゃ。ネズさんがピースしてるのかわいいな。暴れていたポケモンたちは保護するから安心しなよ。シンク、困ったことがあればいつでも呼んでくれよな。はーい。いや、キバナさんかっこいいよね。イケメンだよね。キバナさんもいつでもどこでも駆けつけるからいいよ。あとネズ、また勝負だぜ。今度はダイマックスなしでな。願い星を悪用だっけ？お前らそれを調べてるんだろ？ナックルスタジアムは俺様に任せて先を急ぎな。はーい。シンク、これで一通りのスタジアムは全部回れたんじゃないか？あとは真相コンビとやらを、捕まえる？だけですね。あいつらを何とかしないと同じことが起きるかもしれない。
な。コンビは、コンビへの道はソニア博士が切り開いてくれるです、くれるのですよ。ね。あいつらが次会ったらズバッてやって、ギャーンだぜ。ピピ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 ピ。ボトム、電話だ。はいはーい。あ、シンク、私、ソニアよ。にしし、やっぱりな。シーソーコンビが入ってたナックルスタジアムのエネルギープラントへの扉。扉のロック解除できそうよ。もうすぐ中に入れるわ。いい、ナックルスタジアムだからね。ナックルスタジアム早く来てね。今来てるんだけどな。目の前なんだけどな。ソニアの声、電話越しでも元気だな。うん、そうだね。すぐそこにいるからね。うん。ナックルスタジアムはちょうどここです。そういや、さっきいましたね。戻りますか。そうですね。いましたね。うん、すぐそこですね。来ましたよ。来ましたよ。あ、もう来ちゃった。ちょっと待って。もう一駅なんだけど。んれー、おかしいなぁ。はい。ふん。あ、なった。なったなった。あ、いた。さすがワンパチ、お手柄だよ。うん。みたいな。かわいいわ。シーソーコンビは奥にいる。気をつけていきましょう。はーい。じゃあ、ちょっとキリーにこの辺で終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。次はシーソーコンビにまた戦いを挑みたいと思います。ではでは、バイバイ。